皆さんこんにちは。バイオハザード RE3 のプロデューサー、川田と同じくプロデューサーのピートです。最初は商品の説明からいきましょうか。バイオハザードシリーズ屈指の人気キャラクターである、ジル・バレンタインが今回活躍するバイオハザード RE3 とオンラインマルチプレイのバイオハザードレジスタンスの2タイトルを今回1本に収録して2020年4月3日発売となります。発売まで結構近いやんと驚いてくれたら嬉しいな。ファンの方からもバイオハザード3のリメイク要望っていうのはやっぱりたくさんいただいてまして、今回ついに発表できたっていうのは大変開発者の人としても嬉しく思ってます。ぜひバイオハザード RE3 を体験してほしいですね。まず、主人公であるジル・バレンタインの紹介です。彼女はシリーズ第一作の主人公の一人でしたね。彼女は第一作の事件以降、元凶であるアンブレラ社の捜査を続けていましたが、事態が急変します。パンデミックが発生したラクーンシティから脱出を図らなければならなくなります。ご覧いただいている通り、カメラ視点はビハインドビューを採用しており、バイオハザード RE2 と同じような操作性でゲームをプレイすることができます。オリジナルから、一生など変わってますよね。開発側では結構気に入ってますけどね。今回ゲームデザインの方をやはりその RE2 と比較してもアクション寄りに作られていますので、それに合わせたリメイクっていうのを行っています。彼女の衣装に関しても同様に改めてデザインの方を起こしている設定になっています。カルロスもオリジナルからだいぶ見た目変わって渋くなりましたね。頼りがいがあるキャラクターとしてジルと共にラクーンシティからの脱出を図る、そういったキャラクターに今回生まれ変わっています。次はバイオハザード RE3 でも最重要なキャラクターともいえるネミシスの紹介です。シリーズでトップクラスの人気を誇り、オリジナルの頃追跡者とも呼ばれてました。 RE2 でも恐怖の対象であったタイラント以上に様々な方法でジルを追い詰めていきます。How did this happen? Calm down, buddy. Calm down. Send reinforcements. No. Wait. Hurry up. Get off. Get off. Help me. Many people be infected. This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. But right now it's got a hard-on for the only two stars left in town. They don't need a bleeding heart like you getting in the way. Star's office has to be in this direction. It gets worse every night.
They don't want the world to know what they've done. Oh, my head. What's wrong with Umbrella? Get in! I can't stop them all! You gotta get out of there! You guys are the ones who caused all of this! No, 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 wait! Oh, come on. We've gotta be dreaming. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella Corp.